身元不明の30代中盤とみられる男、トラックにはねられ意識不明の重体。ああ、死ぬのか俺。血圧低下。せめて童貞くらい卒業したかった。え、パブヒア。あ、眩しい。まだ生きてやがる。てかここはどこ、病院じゃないのか。もしかするとここは、いや、ここは地球ではない、別の世界だ。剣と魔法の世界だ。ルーデウス、どうやら俺は生まれ変わったらしい。はい、ルディは本が好きだから。ありがとうございます、母様。男なら心の中に一本の剣を持っておかねばならん。魔術にも歴史があるんですね。当然です。子供を装っててもダメか。教えて、僕にもできる。特別にエリスって呼ぶことを許してあげるわ。特別なんだからね。僕今とても楽しいです。こんな毎日がずっと続いてほしいです。夢のようだ。トラックに轢かれて死にかけてる俺の、いや、もしそうだとしても構わない。この世界なら俺にだってできるんじゃないだろうか。ルディ頑張れ。人並みに生きて、人並みに努力して。大丈夫ですよ、私がついていますから。つまずいても立ち上がって、なお前を向いて。できた、できたよルディ。無職の引きこもりでクズな俺でも、見て見てルーディス、人生をやり直すことが、本気で生きていくことが。